んこんにちは。今日は前回購入した業務スーパーの動画でこんなに大きいゴーヤが入っていたので使い切りたいと思います。こんな腰は1本ですね。ウインナーも切っていきます。トリックを小さじ1くらい入れて、ちょっと軽くかき混ぜます。で、満遍なく薄力粉がついたら水を3分の1入れます。薄力粉小さじ3入れます。2、3、塩振ります。OK。あとはこれをよくかき混ぜて、あげれば出来上げです。いってきます。どんどん乗せていきます。お、引き上げも上がりました。残り5個も上げていきます。裏返しながら取っていきます。ちょっと1個乗らなかったんですが、2回目も上がりました。あと1個フライパンに残ってます。ぐちゃぐちゃになってしまったのでちょっと切りました。薄く切ります。そうしてきたゴーヤは30秒入れます。してるので、このまま春雨も茹でちゃいます。で、茹で上がった春雨も入れて、この業務スーパーの大粒だこを 50g 茹でていきます。タコが茹で上がったら、ざるにあげます。
と粗熱を取っておきます。このタコとゴーヤーと春雨が冷めたんだよ。この容器に入れていきます。レモンピールのブラックペッパーを振りかけて、レモンピールブラックペッパーを振りかけます。10種くらい振りかけて、オリーブオイル大さじ、さーっと1周、2周したコロコロっと振りかければ、最後にポン酢を大さじ1杯くらい入れて、これでタコの、わー、混ぜれば完成です。うん、結構苦味もあってさっぱりしてて美味しいです。こうやっとタコの春雨も出来上がりました。完熟してたからか、すごい柔らかい。先ほどのゴーヤに、砂糖を振りかけておきます。こちらフライパンに大さじ1ほどのサラダ油を入れて、で、ゴーヤを入れていきます。砂糖を小さじ2杯、小さじ 1.5 杯、ちょっとお砂糖を絡めます。これも業務スーパーで買った麺玉マヨネーズです。明太マヨを大体1、2、3杯、3個分入れて炒めます。粗熱を取ってから入れるんですが、今日は時間がないので入れちゃいます。かつお節を振って食べるとさらに美味しいです。スーパーで購入したお肉が残ってるので、お肉を焼きます。このくらいかな。あ、切りが良かった。お肉に火が入れば調味料を入れて完成です。お酒にと、あとはニンニクの5、ちょっと1センチくらい入れて、ニガラの素を大さじ 1.5 杯くらい入れて、これで火を通せば完成です。取れたので、皿の中に入れていきます。ゴーヤの塩昆布炒めも出来上がりました。ゴーヤの白菜を作っていきます。ゴーヤはこの中に豆乳を入れます。で、しらすはこうして塩なくすれば大丈夫です。皿に上げます。これでしらすも加えてちょっと冷まします。塩昆布を2つかみほど入れて、で、これをこうさっくり混ぜて
ごま油を小さじ2分の1とお醤油を小さじ1杯入れます。白菜も完成しました。